赤色がパプア諸語の分布域。高褐色はオーストロネシア語族であり、そして灰色は歴史的にオーストラリア諸語の範囲であった。パプア諸語はニューギニア島及びティモール島など周辺の島々に分布するオーストロネシア語族でもオーストラリア諸語でも内諸言語の総称。パプ,アは,アアアパプアは北ハルマヘラ諸語とも言う。ISO639 から2では その他のパブア諸語に三文字コードパが割り当てられている。系統関係は立証できていないので、一つの語族ではなく、単に諸語と呼ばれる。系統関係が立証できる範囲で、数十の語族が提唱されており、最大のものはトランスニューギニア語族である。主にニューギニア島。東へはビスマルク諸島、ソロモン諸島、西へはハルマヘラ島、ティモール島。 アロル諸島。メディアムミル語だけがオーストラリアに分布。約800の言語を460万人が話している。共通基礎語意がないため系統関係は立証できないが、文法には多少の共通点がある。語順は SOV。SOV のアウストロネシア語族、ベソのオーストラリア諸語と異なる。動詞は複雑に。 各変化する。四言語だけが、和社人口を10万人に達する。四つともニューギニア島で話され、トランスニューギニア語族に属する。パプア諸語の分布トランスニューギニア語族以外のパプア諸語、オーストロネシア語族分類は、流動的。ロスに基づく。数字は、言語数。赤、セピク語族ブーゲンビル島、ソロモン諸島周辺の言語分布。赤、 北ブーゲンビル語族、青、南ブーゲンビル語族、緑、中央ソロモン語族、大色、イエルダニエ語、灰色、オーストロネシア語族、トレス海峡諸島の東部は、メディアムミル語以前は、トランスニューギニア語族に分類されていたその他、数十の孤立した言語がある。ジョーゼフ・グリーンバーグは、アンダマンション語が、パプア諸語、または、西パプア語族と関係があると提唱した。 スティーブン・ワームは、大アンダマン語族、西パプア語族及びティモール・ロア・語派については、語彙の類似性が極めて著しく、多くの事例から事実上正式に同定されたということになると言明した。しかしながら、ワームは、このことは、アンダマン諸語とトランスニューギニア語族の関連性を証明することにならないが、古い時代に、 西の地域からニューギニアへ移住があったことによる基礎言語の影響は証明していると考えていた。グリーンバーグはタスマニア諸ごとの関係についても提言した。世界の言語と国のハンドブック下宮忠夫ありがとうございます。